俗日本百名城ナンバー183、福岡県久留米市にある久留米城。久留米城は筑後川沿いにある高さ15メートルほどの丘を本丸にした平山城。戦国時代、久留米城の前身とされる笹山城が、築城主は不明ながら在地の土豪によって築かれていた。後に筑後で信仰を集めていた高良さんの座主を務めた家柄の丹波氏が城主になっている。豊臣秀吉による九州平定の後、当時小早川高景の養子になっていた毛利秀兼が城主になり、久留米城を本格的な城郭へと改修。1600年の関ヶ原の戦いの後、田中義政が柳川城へ入り、息子の慶喜が久留米城に入っている。田中氏に跡取りがいなかったために2代でお取り潰しになると、1621年に有馬豊氏が久留米城主になった。豊氏は福岡藩の黒田氏の協力を得て久留米城の大改修を実施。お城と城下町の整備が進められ、70年後の1691年に久留米城は完成している。現在の城跡は福岡県の指定史跡になり、本丸周辺の石垣や水堀を見ることができる。